新型コロナウイルスに感染し、入院や療養をしている人が2ヶ月半ぶりに1000人を下回ったことが分かりました。厚生労働省によりますと、国内で新型コロナウイルスへの感染が確認された人は、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の乗船者を除いて1 7000人余りです。このうち11日午前0時現在、 入院や療養をしている人は981人で、3月28日以来2ヶ月半ぶりに1000人を下回りました。これまでに1万5383人が退院したり療養が終わったりした一方、920人が死亡しています。厚労省は感染拡大の次の波に備えて、感染者を受け入れる病床の確保などを進めています。